私は1934年、昭和9年の2月の生まれでございます。早稲田中学という中学校に入りまして、それから早稲田大学の附属高等学院で少々学生運動をやりまして、撮影場には確か昭和13、4年だったと思いますけれども、日活の多摩川の撮影所で「土」という映画の撮影にを見学しに参りました。その時、同時録音ということを全然知っておりませんので、本番という声が大きくなって、それからセットの中がしんとしまして、本番がスタートしたわけですけれども、本番中に私が咳をしまして、裏方から怒鳴られまして、それ以来撮影ったら怖いこと怖いという印象がございまして、撮影所に長鶴まで行ったことはございませんでした。助監督になったのは大学を卒業して昭和32年、東平の京都の撮影所で助監督としてスタートいたしました。最初は内田友の大菩薩峠の第一部にちょこっと参加しまして、その後は、松田定次監督、時代劇の東映の当時のトップ監督でありますが、松田定次監督の幽霊船小池で道中純不動でありますが、大江戸八人衆とか丹下左遷とか、あとは例えば牧野正弘監督、沢島忠監督の一心助けとか、いろんな映画につきましたね。親父というものの子供心の印象というのは、いくつかございますけれども、普通の家庭のサラリーマンと違って、映画人ですから、仕事に入るとほとんど家に帰ってこない、仕事ない時は家にいるという、大変に落差の激しい家庭生活でございましたので、やはり自分の仕事が映画人でございましたので、子供の頃から映画館によく連れて行かれました。行く先はやはり日本映画を見るということはあまりなかったように記憶しております。外国映画が多くございました。行く先はたまたま私の住まいが東京の目白でございましたので、隣接している新宿の特に武蔵野館という洋画の風景館が多かった記憶がございます。後年、母親から聞いたところによりますと、母親がゲイリー・クーパーの大変に不安でありましたので、クーパーのラブシーンなどがありますと、これはつまらんから自分は寝てろと、アクションシーンがあれば起こしてくれと言って、本人の顔をずっと見てると、実はラブシーンでも目をランランと光らして画面に食い入るように見てたと。内田トムがそのね、いろいろとそのすぐ放浪するという一つのね、何かあると放浪すると旅に出るというのが一つの彼の生涯の中での特徴なんですが、それにはね、割とその隠された理由がいろいろあるんですよね。必ずそれやっぱりなんかこう仕事で行き詰まって、こう反問して、なんか他の場所に何かがあるんじゃないかと、で場所を変えてみようと、自分の暮らしの今の現状からどっか行ってもう一回新しくやってみようと、そういうことが結果として彼の放浪性につながったんじゃなかろうかなと思いますね。関東大震災の後というか、関東大震災の前なんですがね、旅芸人になったのは、そもそもそれも、これは本人があんまり言いませんが、
京都の牧野映画で俳優をやっていて、何かの拍子で牧野教育映画をやめている。それで東京へ出て、しばらく実はね、あの浅草の先の千束町とい もう本当にもう、貧乏長屋がたくさんあるところで、彼はもう 今でいうニコヨンさんですな、日雇い妊婦ですね。それをやっていて、で、まあ、ある意味ではいろんなもう江戸東京の庶民の生活をもう体に感じたような生活をかなりして、それからまあ旅芸人になったというようなことがありますしね。絶えずやっぱりこの自分のいろんな反問の結果として放浪といいますか、そういうことがあったと思います。鳥居スネーモンと映画を作ってから、まあ、2年近く映画の撮影を、まあ戦争がだんだん日本が敗北の色が濃くなりまして、映画制作もままならないという状況が、その中で、まあ、浪人生活をしていた。でそのまさに浪人生活する中で、内田徹自身もかなり、軍国思想にですね、傾いていったと。でそういう中で実はその満州の関東軍という日本の軍隊がございまして、そこにあの戦車隊があったんですかね。その戦車隊の満州の関東軍の戦車隊の映画を作ると、題名は陸戦の花という映画ですけれど、シナリオライターが今未だ頑張っている老監督の新藤健二さんが、新藤兼人さんが初めての脚本、陸戦の花という作品を作る予定だったんですが、どうしてももう新藤さんと二人でですね、けんけんがくがく、新藤さんを家でどないであげたみたいなこともありましたけどね、とうとう作品がシナリオがうまくいかない、もちろん関東軍からですね、いくらかのお金は頂戴してたわけですけど、とうとうこれはできないということで、実はその関東軍に申し訳ない、こういう理由で映画できませんと言って頭を下げに行ったのが満州に行く、中国に行くきっかけだったんですね。で行って頭を下げたけれども、さて日本に帰ってもしょうがないと、日本に帰っても映画は当分撮れないだろう。たまたまその昔の京都の映画人の人たちがたくさん集ってた満州映画協会というところに、そこに赴いたところ、そこの満州の万栄の総大将理事長が天笠ということで、じゃあトムお前この万栄に参与として当分残っておれと言われて満州に残ったというのが、そもそもの中学行った理由ですね。ただしその後ですね、まあ3ヶ月ほどしても日本が敗戦になりまして、もろもろの部分があって、天笠大尉が青酸カリを飲んで服毒自殺を図る、内田殿が文字通りこれは天笠大尉の上にまたがって人工呼吸したけれども、とうとう蘇生することはできなかったということもございましたけれども、まあ文字通りの疾風怒涛の時代でございまして、その疾風怒涛の中で一番私に話をして印象的だったのは、満州前にいた時にですね、確か食堂かなんかのですね、おじさんが、本当に目当たらないおじさんが一夜にしてですね、中国共産党の実は大幹部であったと、でしかも大変紳士的だったというところにですね、やはり中国の激動の中国をですね、この目で見てみたい、
この目で確認してみたいというなんかこうすごい衝動が湧き起こったそうです。ちょうど最初はそのソ連軍が満員に来て、そのソ連軍が今度は共産党の軍隊にバトンタッチして、でしばらく共産党の軍隊が満員にいて、やがて今度は蒋介石の国民軍が反撃に出てきて長州のその侵攻しようとする、その時にですね、満員の日本人たちは日本に帰っていいよと、お帰りなさいということで、中国の共産党の人たちからですね、日本に帰ってもいいよという話である。大部分の人は実はその時に日本に帰ってるんですが、内田東も一旦は日本に帰ると言ったんですが、そして実はその皆さんその列車の無害、要するに屋根のついてない貨車ですね、それにみんな乗って帰ったそうなんですが、内田東は当日になってですね、みんなのそばへ来て、俺はどうしてもここの中国に残ると、いろいろと家族がいるけれども、家族にはもう後々自分の方から説明するし、どうしても自分はこの中学のこの変わりゆく中国をこの目で確かめてみたいと言って、一人話によるとトムさんは後ろを振り向かず満州の高梁畑の彼方へ消えていったという話があるように、内田トムはその時に中国に残って、やがて満州映画協会の満映の撮影機材等々を持って奥地の鶴岡炭鉱というところに満映の残留のメンバーを引き連れて機材の疎開をしたということでございました。